はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、久しぶりに虫キング研究所へやってきました。今度は書いていただいてね。だけどね、今日なんでここに来たかというとですね、虫キングでガチバトルしたいなと思ってやってまいりました。最初はですね、通り研究員対栄心君。はい。じゃあ頑張っていきましょう。はい。カードはわかんない。おお、大会モードだ。大会モード。すごい。無制限のね、大会ちょっと久しぶりなんですね。星どんどん上がってきてる。15割、15いった。15割。今回ガチ勝負。星制限なし。パワーチャージ中だよ。最新です。チャージ完了。バトル準備完了だよ。続いて。はい。じゃあというわけですね。はい。まあとりあえず記録カードスキャンするわけです。とりあえず記録カードスキャン。完了です。バトルの準備だ。でですね、僕の記録カード、まあ今栄心君もそうだったんですけど、こういうスリーブ見えないものを作っちゃいました。カードがなければボタンを押せない。そっちは通り研究。そっちは通り研究。えいちゃんはカード1枚ヘルクとデザインの。はい。これちなみに何て書いてある？これね、勝ちますって書いてある。本当だ。勝ちます。カードがなければボタンを押せない。えいちゃん記録勝ってる。これね、公式ホームページでダウンロードできるようになるらしいんで、ぜひね、ダウンロードしてほしいなと。何パターンか種類あるっぽいんですけど、カードがなければ、優越をやめてね。勝ちますって、だけにしたい。カードスキャン完了。お守りになってる。レーシングのお守り。見たい見たい。あ、これね。すごいな。ヘラクレスリッキーだ。リッキーで。ヘラクレスオーカム。リッキーリッキーね。お、じゃあ決勝使ってる。ヘルクレスオーカム。あ、でもリッキーブルかもしれないね。確かに。それでは、さあ何が出るかな。本気モードに行くぞ。ちょっとこのガチバトル久しぶりなんでね。確かに久しぶり。本当の笑い。確かに。僕は解説ばっか最近してたんで。栄心君リッキーブレじゃない。じゃないじゃん。最新じゃないね。オルテリア。オルテリア。立てるの。これはないからね。これそう。ルーパーではない。あ、また違う。リッキーでゲットした。おおすごい。すごい攻撃的だね。そこをフォローするのがお助け虫なんですけど。おっ、これすごいんだ。これが素晴らしいから持ってきました。これはお助け虫で体力を補ったということだよね。違いましたよ。もうすでに余裕がないですね。使ったよ。これ栄心君のこれを止めなきゃいけないんですよ。でもさ、頑張れ。何これ全然読めないな。ダメだろ。やっぱ4決めたんでいろいろ。気持ちになってる。こうじゃない。ああ、ほらほら。いやいや。これすごい大事。あれですね。これまずい。まずいですね。まずいですね。まずいですね。ちょっとね、体力低いですからね。枝の開発って結構効くんですか。メダムクラブ超攻撃だ。これで毎ターン攻撃力が上がっていってしまうので、なんとかしたいんですが。とにかくこのカードを相手にトリキンが勝てばってやつ。どうしていいの悪いの。下これだよこれ。あ、やばいやばい。削れましたね。いや、さすがちょっとコストマックスなだけありますね。さあ、これはまずいですね。まあちょっとしのぐしかないですよね。はい。ほい。よし。勝った。これテクニック高いんで。これエイタン戦う時初めて。あ、これか。うわ、かっちょいいですね。これちゃんと。うわ、やばいやばい。よろしくお願いします。はい、あー残ったー。いいのこれ。チームの攻撃力上昇。何もやってない。もう集中したい。もうどこあるらしい。どこで。風よじゃ。次の手を見守りましょう。ああ。決めた。決めた。決めてる裏面出た。すごいすごい。これはいけるじゃないですか。もういったねこれ。いったいったいった。すごい。いいから。めっちゃめっちゃ。もういって言っちゃったけど。あれ僕の前やる。東の効果が続いている。まだまだあるからまだあるから。もう気持ちいいなこれ。資金が応援したくなっちゃうから。この上司の愛のなさ。一ラウンド取ればいい。ああ。まずい。これテリー立てつのカウントの攻撃。オーケー。そこでパーフェクト出されるとまずいですね。90ぐらい。どんどんダメージが上がって。これはまずい。これは使わざるを得ないですね。使わざるを得ないですね。あ、まだ残ってた。そうですね。これクリスタルのクリカじゃないのでね。来ましたね。あ、これクリカじゃ発行してるから。頑張りたい。ここはね頑張りたい。噛んじゃってるこれ。お願いします。どうだろう。いやでもこれアイコはいいんですけど、だから僕のためにすごいことになってるんで、大丈夫赤くなってからかもしれない。どうだろう。攻撃力が上がりすぎてる。これもうマニアックか。やっぱね。前回もやりましたね。またやられましたね。一番最初にね、資金研究所に戻ってたね。まあ言い訳させてほしいんですけど、バトルの準備ができたらボタンを同時に押してね。体力2からひっくり返されたのがちょっと心にきた。メンタル的にメンタル。また先回りしてやっぱね子供の素直な心に負けたからねすごい。どうですか勝ってみた感想。気持ちいい。そうですよね。お守りが効いたんじゃないの？お守りがよかった。一気にねやられました。次のタッグマッチもこれ置いとこう。ちょっとなんか我々負ける感じしますね。ちょっとお守りのこれですかね。これですかね。竹蔵小次郎に守ってもらいましょう。はい。ということでトーリー研究員とのガチバトルは。エーシンクの勝利でした。また負けだ。また負けちゃった。ちょっとね、次はね、やっぱ僕もちょっとバトル参加してね、ちょっと腕磨かないとダメですよ。やっぱり。じゃあもうなんかね、そこら辺の野良バトルとかにちょっと大会得意にしないと。野良バトル。トーリーと挑戦じゃなくて、トーリーが挑戦。トーリーが挑戦。新企画やらないとダメだね。資金無事バトラーの皆さんね、ちょっと胸借りて修行した方がいい。やんないとちょっとね、今連敗してますからね、僕。ここの間でね、今苦手意識ついてますから。やったね。うん、イエーイ。すごい。ありがとう。というわけでね、今度ゴロ主任たちに敵を打ってもらおうかと思いますので。いや、バトンタッチ。よろしくお願いします。じゃあそれは次の動画で。はい。よし、頑張るぞ。はい。ということで今回以上でございます。バイバーイ。